2030、皆様応援ありがとうございました。今回も判定勝利です。これすごいですね。めっちゃ重いいいやつを、はい、勝利者賞でいただきました。ちょっとあの勝った瞬間は悔しすぎて、表情に出てしまったんですけど、とりあえず勝てたことはホッとしてます。恒例のカップラーメンを食べたいと思います。じゃあいただきます。うまっ。勝利後に食べるカップラーメン、カップラーメンだって、カップラーメンがめっちゃうまいです。うん、ですね、今回は雷神というすごい大きな舞台で、まあ、選ばれた人しか、トップ選手しか出れない、そういう舞台に今回立たせていただけるっていう、もうすごい光栄で、必ず結果を残したいって思ってたのと、あとはやっぱ一番は女子キックはいらない判定だから、倒せないやつが、まあ、雷神くんなっていう声が多かったので、もう絶対倒さなきゃいけない。今回の試合はいつもの自分のホームの舞台で勝ってわーって喜んでるだけじゃ今回はダメだっていうことで、本当にいつもポイントで勝ちに行っちゃうんですけど、今回はもうポイントじゃなくて守りじゃなくてアグレッシブに行こうと思ってて、試合映像を見たんですけど、倒したい気持ちが強すぎて、もう攻撃が単調になっちゃってました。いつもの方がもっとコンビネーションで出てました。あと、まあ、ミドルが出なかった理由としては、直前にアップした時に総合のリングのマットとキックボクシングの試合のリングのマットが全然違って、キックボクシングのリングのマットって硬いんですよ。湿ってるので踏ん張りやすくて蹴りやすいんですけど、総合の選手は逆で投げがあるので柔らかくて、スライドとかもあるからだと思うんですけど、アップした時にめっちゃ滑ると思って、ちょっとミドルは危ないかもしれないって思って、急遽あのミドルはあまり蹴らず、前蹴りとローキック、カーフ、この3つを狙って、あとはパンチで打ち合おうと思ってました。盛り上がるのはやっぱ打ち合うことなのかなと思ったので、で今回初めて組なしルールだったので、組なしでもまあやれるぞ、クリンチ必要ないぞっていうところ見せたかったので、もう組まないっていうことを徹底して、まあ良かった点もあると思うんですけど、本当に攻撃が単調になっちゃったところ がダメなとこですね。はい、あれじゃ倒せないです。散らせってないのでね、力んでましたね。倒したいって思うから力むから、力まないように会長にも言われて、自分自身にも言い聞かせたんですけど、緊張してたからとかワクチンの副作用のせいとかそういうのじゃなくて、減量失敗したみたいな、もうそういうのじゃなくて、全然本当にパフォーマンス良くて、全然いつもと同じくスピードは変わらなかったので早かったんですけど、アグレッシブさで負けたくないっていう気持ちが一番強かったですね。自分の方が、まあ、身長はあってリーチはあるんですけど、自分の方が前に出たいっていう気持ちがあったので、ポイントで戦ってたら今回の試合盛り上がらないって思ったので行ったんですけど、結局ポイントでの試合になりました。やっぱり判定だったので、すごい辛口コメントいっぱい来る、批判いっぱい来る覚悟です。全然してくれたらいいと思います。言われても、応援してくれる人の方が断然多いし、自分がやってることをすごい、まあ、誇りに思ってるので、あんなに大きい舞台に立てたってことがまず自分をすごいって思えるので、そこで結果を出すために本当にいろいろ頑張ってあの日試合をしたので、まあ倒せなかったとして もうめちゃめちゃ悔しくて正直落ち込んだんですけど、自分の力は今これなんだなっていうのが分かったので、またもっと頑張ればいいかなって思ってます。倒せないからいらないって言われても仕方ないです。でも今倒せないだけであって、絶対倒せる選手になると思ってるんですよね、自分では。私に常識がないからかもしれないけど、まあなんか肩にはめられるのが嫌。だってまあキック始めた時もまあ遅かったので、大人になってからその年からで、ね、いけなくないみたいな、そんな格闘技甘くないよってやっぱいろんな方に言われたんですけど、その方が今スポンサーやってくださったりもしてるし、そんなこと言ってくださった人がもうすごいね無敗なんてって言ってくださるし、あとめちゃめちゃガリガリだったのにそんな体型で戦えるわけなくないって言われたのに、今なんかでかいから階級上げろって言われてるぐらいですからね。ムキムキすぎて
ちょっと例外なことがあると否定から多分入る人が多いと思うんですけど、うん、それでも変えてきてるのでね、全然倒せないこのままって思わないです。満足してないので向上心あるので改善して強化していこうと思えるので、あの諦めなければね、叶わないって言い切らない方がいいと思うんですよね。誰に言ってるんだ自分は自分に言ってるんですけど、まあ自分の今までの経験上諦めてきてそのまま終わってること多いんですけど、もっとやってたら違う結果になっただろうなっていうこともたくさんあるので、なので今こうやって一つずつ証明していってるので、あとね、次戦誰々戦いどこどこ行けって、まあそういう簡単な話ではないので、今のノックアウトの団体さんとジムの会長と話して、次戦どこの団体になるのか、うん、誰と戦えるのか決めていこうと思います。階級も上げろっていう声めっちゃあるんですけど、まあ、ベルトの防衛も一回はしたいと思ってるのでまだ上げるつもりはないです。まあ、毎回これ言ってるよね、試合後いや毎回言われるから階級上げろって、うん、自分で決めるので階級上げるか上げないかは。一度でもまあ失敗したり再計量とかなったのだったら分かるんですけど、あと試合中パフォーマンスが出なかったりとかそうじゃないので、うん、人から言われたって自分の適正階級で出ます。あと応援してくださってる方の意見がやっぱり一番耳を傾けたいことなので、アンチの方もすごくでも本当にパワーになってるんですよ。相手の選手とかにパンちゃんが嫌いだからパンちゃんボコボコにしてくれとか勝ってくれとかいう言葉を見るとまた悔しがらせたいこの人ってやっぱもうめちゃめちゃ応援してくださってる人とかは純粋にこの方の笑顔みたい、なんか私は天使と悪魔が両方いるのかもしれないです。両方の気持ちが本当にめちゃくちゃあって、まあ、どの方も、まあ、とりあえず今回見てくださった方が多いと思うのでありがたいなと思ってます。まあ、いらないって思う方も見てくださってありがとうございます。そして感動したって言ってくださる方も中にはいるので、本当にそういう方にはもっともっとあの上の世界を見せれるように頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。まあ、雷神二度と出るなよって思う人もいると思うんですけど、うん、まあ、そういう声があっていいと思うので、ファンの方の声とあとは主催者側が決めることなので、オファーがかかるまであの自分をもっと鍛錬したいと思います。まあ、夢は海外の選手と戦うってことが夢なので、今日本人のキックボクサー女子で海外で活躍してる選手っていうのはいないので、そこの先駆者にもなりたいなって思ってるので、私にできることはとりあえず強くなること、あのね、ダメージはねノーダメージです。ローキックをねお互いやり合ってお互い足すごいことになったんですけど、こんなになってます、やばいここがねすごい、今一応光当ててるからちょっと薄く見えるんですけどね、面白いですよね。試合終わってお互い狙った技を聞いたらローとカーフっていう一緒っていうおそろでした本当にいろんな人のおかげでここまで来れてるので本当に感謝です。まだ満足してないので、あのもっと強くなれるように会長を含め他のトレーナーさんを含めあのジムの選手とかと一緒に頑張っていきたいと思いますので、進化したバンちゃんをねもうちょっと見せたかったですけど、まあ、それが実力ということで楽しかったです。緊張は全然意外としなくて、いつもより桃香選手と盛り上げたいなってって思ってました。桃香選手も気持ち強い、ね、違う団体なのでに来てくださって本当にありがとうございます。これからいろんな女子選手と、うん、戦っていきたいと思いますので、じゃあこれからも応援よろしくお願いします。